みなさん、ペペッ、こんにちは。ナシトです。元気ですか？今回の動画は前回の動画の続きです。前回の動画で私は会津若松城に行きました。で、会津若松城を見た後、会津若松の名物である味噌田楽を食べに行きました。すごく興味深い料理でした。皆さんまだ見てない方はぜひ見てみてください。で、そしてその後は侍の学校であった二神館に行きました。ということで、今日の動画は二神館についての動画になります。私はね、初めて侍の学校に行くのですごくワクワクしてて、皆さんも楽しく見ていただいたら嬉しいです。はい、皆さん、次のところは二神館でしたね。はい、で、今はね、私も入って今激門のところにいますね。ここでね、昔は武器を持った、なんていう衛兵がいて、警備員さんみたいな感じですね。あとここで太鼓も置かれてるんですね。なんか従業の時刻をお知らせされたんですね、太鼓で。トゥントゥントゥン、いいんです。なんかそれね、太鼓の音聞くとなんか元気出ますね、多分。で、激門を通ると、ここはね、今で言うとキャンパスみたいなところでしたね。なんか建物があって、で、ここで今勉強してたんですね。これはなんか東住区ということは、ここに住んでたのかな。今東塾を出ました。なんかすごく面白かったです。人形によって再現されていて、なんかどういうクラスだったかね、いろいろね、分かりやすかったんですね。面白かった。こんな感じだったかって感じでした。あとはね、2階はなんか寮だったらしいんですね。人は住んでた。で、今で言うと学部によってなんか分かれてたんですね。なんか雅楽寮とか神道寮とか和楽寮とかね、いろいろありましたね。で、この学校は10歳からね、子供たちが入ってたんですね。男の子たちってはね。で、今はね、ここ大学と書いてるんですけど、大学に入りたいと思います。
ちなみにこの日清館は1803年に建てられたんですね。5年もかけて、建てられたんですね。でその時はなんか生徒たちも教師たちも手伝って、まあなんか建設は大変だったらしいんですね。で1803年に、まあ、終わったんですね。でどんどんね子どもたちが入るようになって、で結局1000人くらい勉強してたんですね。ここはそう多かったんですね。こうやってね歩いてみると1000人も入るのって感じなんですけど、こんなにたくさんのね子どもいたんですね。ここで泳ぐの練習してたらしいんですよ。でもね水はねちょっとまあ透明じゃないんですね。いやーなんかねこのキャンパスは最高です。私もここで勉強したい。ここでね勉強できたらもう本当に勉強する気がもう半端ないじゃないですかね。勉強する気はね高くなりますね。せめて私いや本当にすごいんですよ。あちなみにもともとはねこの日清館はお城の近くにあったんですね。でなんか移されたのかな。あと武家屋敷もね今、まあ、ちょっとお城から離れてるところにあるんだけど武家屋敷も、まあ、お城の近くにあったんですね。日清館はね結構今離れてます。まあバスでね、30分くらいかかるんですけど、ただねバスがめちゃくちゃ少なくて、移動しにくい。皆さんここで弓道の体験もできるので今見つけたやってみたいと思います。子供の時にあそうだね子供の時とあとリテルワールドで、まあ、本当に小さな弓でやったことあって、ここはねちゃんとした弓があるらしいのでやってみたいです。お折れちゃった。昔はもうめちゃくちゃ大変だったんですね。戦いの時にこうやって早く狙わないといけない。と あでも浮いちゃった。全然ダメだわ。戦いで役に立たない。面白かったです。わー楽しかった。初めてこんなにねでっかい弓を持ってやってたんですよ。面白かった。いやでもね大変でした。もうやっぱりねやったことないのでどうしてもねちょっとうまくいかなかったです。恥ずかしい。まあでもね初めてにしてはまあまあいい感じだった気がしますけど、どうだったかな。皆さんはやったことありますか弓道。面白い。またいつかねまたやってみたいと思います。練習が必要。おーで今はこれどこ武功、武功というところです。そしてね侍がいますよ。ここは兵学を勉強する場所でした。らしい、はい、こんにちは。まさかねこんなところに外国人が来るとも思わなかったんですね。多分ね。
いや皆さん面白かったです。もういろいろ回っていろんなね建物があって、うん、武甲とか弓道場とか、うん、すごく面白かったです。そしてね、あの授業の様子も再現されていて、生徒たちもね、あのまあね、人形としてね、あの再現されてすごく面白くて勉強になりました。もう体験もできたし、わ雨が降ってきたそう、いや本当にね、あの最初はね、あの西館に行けるかどうか分からなかったんですね。なんかバスはそんなに多くないので、もう時間もねちょっとあの少ないし、うん、ちょっと心配してたけど結局行けました。そして来てびっくりしました。こんなにすごいんだ。私もね雇用学校で勉強したかったんですよすごく素敵な学校ですね。うん、面白かった。はい、皆さんも面白かったらとても嬉しいですということで今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いしますまた会いましょう。パカパカいい一日になりますように。